9月ぐらいに辞めるんですよね。え、9月ぐらいに私辞めるんですよ。そうなんすか。いつもやってたんですか。え、いつもやってたんですか。なんすか。いつもやってたんすか。いつもこの場所で。僕は月に2回だけなの。おお。第1、第3の月曜日。徳島の人なんですか。え、徳島のお店とかですか。徳島なんです。へえ。いや、僕は地元じゃなくて今フラッと言っただけなんで、初めて見たなと思って。え、なぜ初めて見たんで。あ、そうですか。もう8年、9年、9年ぐらい。あ、そうなんすか。へえ。そのあ、赤いやつって何なんすかね。はい、これって何すか。いちご。いちご、いちご。それじゃあ一つ。はい、はい、こっちの方が人気断トツなんですよ。人気断トツで今焼きたて。普通のこれはもう特殊な子供さんが食べるのが。あ、そうなんすか。こっちの方がどこ行ってもこれが一番人気。おー、じゃあ そっちしようかな。え、これでいい。普通で、はい。はい、150円。150円。ここへ置いて。